皆さん、こんにちは。えー、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井啓介です。本日、2023年9月1日、えー、戦国夫婦や我が天下や、えーえー、ごめんなさい、あのー、プレイヤーの方たちや、別さん えまあ、特に別校さんへですね、あの、ちょっと今移動しながら、皆さんのコメント、新しい、えー、イベントが始まりましたので、あのー、もうみんなああ、同じ意見です。あの、イベント増やしすぎて、みんなわけわかんなくなってるんですよね。最初、そのルールがわからないっていうのもあるんですけども、あのー、いろんな曲を増やしすぎてるから、結局のところ、あのー、 こういう状態なんですよ。コメント見ていただいたらわかると思うんですけども。綺麗に映ってるかなどうかなまあ最初はまあ、最初大体こうなんですけども、あのー、私が本当のこと言ってるんです。皆さんこんにちは。正直増やしすぎてるから新規のプレイヤーから逃げられるんだと思います。数年プレイしてるからある程度、 慣れてますが、現在部署も多すぎると思います。新規の方からすると、これは無理だと思われると思います。えー、まあ、他の人で。 で、まあ、この神戸さんっていう方は、楠の木正成功さん、アップデート新規イベントのためにそれ思いますって、もう同じ意見なんですよ。私もわかりません。増やされると以前のこと忘れます。どうしていたか、同じくなんですよね。だからマップもコロ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 いろんなものを変えてしまうと、どういうルールだったかっていうことをもうみんな、あのー、この先の文章とかだったら、ちょっとあのー、もう文章流れてるかな。ちょっとアクセスしますね。 今ちょうどその曲の途中なんですけども、もう、あのー、あの、あの、現在チャット、我が天下の現在チャットみたいなので、えー、例えば、えー、まあ、ここのね、あの世界一、世界二はすぐ流れるのと、あんまりね、その、 会話、そのシステム的にみんなが今どういう状況かっていうところの会話がなかなか流れないから、えー、っとね、どの辺かな。まあこれみんなでね、話し,して、僕は小田ーーのマークの方が大きくなっているから小田側かと思います。まあ、小田側なのか今側が、側なのかっていうような、あの、自動でこれこで振り分けられるんですけどね。で、うん、まあ、 いろいろ話し,してるんですけども、他にもね、あの、もう文章流れてしまったみたいですね。あのー、このね、あのー、軍備のところとかも、あの、一回新しくなったでしょ。 新しく出来上がったりだとか、もうそういう時、もうみんなもともと説明書とかないから、この浮世絵のこととか、ああの新しくプレイした人とか、久しぶりに戻ってきた人とか何がないのらもうけ分かんないんですよ。もうこれ以上、あの、増やしちゃダメ。本当に。もう何も。もうこれが本当。もう、もうそうしましょう。そうじゃなかったら新規の人も、あのー、壁の遠ざかりすぎ方が大きすぎるっていうこと気がつきますから。 本当に。もう今のコメント見ていただいたら分かる通り、まあ通常曲入っても、忍法、んでしたっけね、もうこれも読み方も忘れました。忍,忍法帳でいいのかな、えー これ朝、あだ、もう僕もこれ読み方わか,からないんですよ。えー、など7種類の曲があり、新規さんは絶対わからんねって。まあ、これ本当にみんな混乱させるから、こんなに無茶苦茶なことしちゃダメです。もうここ、中納言と大納言が一緒にプレイしているところの人たちでもこういう状況、もう別個さんが理解しないと。もうこう新しいのなし、戦国不武 いろんなも,のも,うもう、あの、部署を増やすこと自体、一旦やめたほうがいい。昔の部署は、あの、手に入れられなかった人とか、あの、能力改変とか、もう、調整、その辺以上です。